こんにちは、篠田敦史です。今日は少し上級者向けというか、僕が昔その習ってた先生に言われた時はクオリティという言葉を使われました。音のクオリティ、現時点の僕の理解で噛み砕いて言うと、ちょっと僕若干ゲーム脳で申し訳ないんですけど、その属性みたいな感じです。ポケモンとかだったら炎タイプとか水タイプとか草タイプとか電気タイプとか、まあいろいろいるわけですよ。17種類ぐらいかな。ここではこれ、この属性がふさわしいとか、このシチュエーションではこっちの方がいいだろうとか、まあそういう話なんですけど、まあどういうことかちょっと実際に例を見せますが、例えば、まあこういう、ね、この雰囲気ってあるじゃないですか。どんな感じで形容されますかね。静かめで、どちらかというと優雅というか、もしこの音楽に振り付けをつけるとしたら、結構シンデレラとかお姫様が踊ってそうなとかね、僕の陳腐なイマジネーションでは例えばそんな感じです。まあ今普通に弾いてましたけど、もしこれをさっきのクオリティの話ですけど、違うクオリティの音の出し方すると何が起きるかっていうと、同じ音符上一緒でも、大きくてちょっとカメラ的にね、音割れしてたら申し訳ないですけど、そぐわないですよね。今極端にやりましたが、実際に僕が演奏を見てる中でこういったことが、実はたくさん起きてます。今はそういう雰囲気じゃないよねっていう音の出し方、このクオリティが、そのさっきのワルツ4デビの前半の例に比べて、それが劣ってるんじゃなくて TPO なんですよ。これがふさわしい、こっちの方が合う場面もきっとあるはず。ブルーモンク。これをさっきのワルツ4デビー的な感じで弾くと違うんですよ。欲しいのこっちなんですか。ね、その作曲者のあれを完全に真似しろっていうことではないんですけれども、少なくとも今どういう雰囲気がふさわしいのか考えて音を出すっていうのはめちゃくちゃ大事です。で、本来これって言うまでもないことで、これクラシックとかだったら、まあ音決まってるから、もう本来そこ全振りじゃないですか。この技術っていうか、その演奏者の見せどころは、自分はこうだと思います、ね、この曲こういう感じだと思います、アドリブしちゃうから、結構どうしてもとか、その周りの人とのコミュニケーションとか含めて、結構そっちにね頭取られちゃうから、多少本当は良くないんだけど、多少やっぱどうしてもねそっちに引っ張られてしまうから、このクオリティの部分とか、あともっと言うと今回違うけどダイナミクスとかね、取られてしまうんだけどね頭が。でも本来ものすごく大事なはずで、頭の中ではそういうつもりで演奏してても、実際外から聞いた時にはあんまりそこまでちゃんと伝わってないっていうことが、結構あります。その自分が思ってる以上に出さないと人には伝わらない。例えばワルツ4デビーとかって結構強烈にあのイメージあるじゃないですか。だから多かれ少なかれみんなああいう雰囲気だと思うんだけど、やると思うんだけど、これが普通にスタンダードとか弾いた時、そこまで気使って音出せてるかっていうと、なかなか違うんじゃないかなって思うんですよ。なので、どれが正解じゃなくて、今どうやって弾く、どういう音を出すのがいいのかなっていうふうに、まずそもそもね、そこが頭の中にその選択肢としてあるっていうのが、例えばまず第一歩として大事だと思うので、普段の練習の中でも、クオリティっていう要素を一つ加えてみると、さらにね演奏のレベルがね、上がっていくのかなと思います。ということで今回はここまでにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。